お魚ポストお魚ポストは、飼育が困難になった外来魚などを一時的に保護する施設。2005年5月から2019年3月31日まで、神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤の稲田公園内にあった川崎市魚の家に設置されていた。1984年4月、稲田公園に地区用地として、川崎市魚の家が開設された。 玉川に生息する鮎ユやコイなどの稚魚を飼育し、成長した魚を玉川へ放流することを目的とするもので、川崎河川漁業協同組合の要望を受けた市が設置し、管理を漁協に委託していた。2000年頃、漁協の山崎光明が親から金魚を捨てるように言われた子供と出会い、漁協が管理していた畜養地で金魚を引き取ったところ、評判を聞きつけた子供たちが、 池の中に金魚や熱帯魚を捨てに来るようになった。池に無差別に魚を入れないよう、専用の網いけスを用意したことが、お魚ポストのきっかけとなったという。山崎によると、稲田公園に隣接する玉川には1965年頃からグッピーなどの熱帯魚が見られ、2010年頃には玉川で確認された外来種は200種類を超える状況となっていた。 買い切れなくなった外来魚などを引き取り、多摩川への放流行為を防ぐことがお魚ポストの目的となった。蓄養地の脇に持ち込んだ魚を入れるための水槽が用意されており、飼育が困難になった外来魚などを入れることができた。ポストに持ち込まれた生き物は年間で約1万匹、開始から2019年3月までの間で、 約200種類10万匹以上を引き取ったという。持ち込まれた生き物は、お魚ポストの会に入会した個人や、小中学校、老人ホーム、水族館などへ引き取られた。飼い主が飼育ができなくなる理由として、2010年以前は飼育費の捻出が難しくなるなど不況による理由が見られた。東日本大震災後は地震によって、水槽や池が破損したり、 地震で水槽が倒れることに不安を覚えた人が多く、震災直後の1ヶ月で約6000匹の生き物を引き取ることになった。また、当初は想定していなかった亀の持ち込みが多く、2013年4月に持ち込まれる数が増えすぎたため、受け入れを中止した。2019年3月31日に稲田公園内の川崎市魚の家が閉鎖された。畜用地が 老朽化したことで、全面回収が必要となっていたが、漁協側が高齢化などを理由に畜養事業を終了することを決め、閉園を申し出た。お魚ポストの存続をしに掛け合ったが解決に至らず、稲田公園内のお魚ポストも廃止することになった。川崎市魚の家閉鎖後も川崎市幾多のお魚ポストの会の飼育管理事務所で、外来魚などの引き取りを継続している。 山崎光明。第13回日本水大賞。審査部会特別賞。捨てられる。外来種。外来カメに里親を探し。命の川玉川を守る活動。日本河川協会。ピアニッシモ。97から101。2019年6月24日。閲覧。ありがとうございます。